さあ、清水駅に着きました。久しぶりの清水駅だね。うん、今日はトルクル戦争に敗北したので歩いてみます。スタジアムまで1時間くらいかな。うん、序の口だよね、我らからしたら。うん、余裕だね。余裕。行きます。ゴーゴー。今回はフルーツジュースを飲みます。うんまっうんまい。これこそが果汁 100% バズするわ。おうんまっ。よかった。冷えてるうちの中で。うん、皆さんこんにちは。おしゃべり彼女と無口にあかれしです。今日は J2 リーグ第12節栃木FC対清水エスパーズの試合でアイスまでやってきました。イエーイ、3連勝がかかった試合です。もはやこんなところでつまずいてる場合じゃないから。そうだよ。勝ってゴールデンウィークを迎えたいですね。そうですね、楽しいゴールデンウィークに向けて、ね、レッツ何そう。私たちのスタメンはこちらです。よかったら見てください。スタメンが発表されました。本田修一、北爪健吾、高橋裕二、鈴木義則、吉田豊、白崎良平、ホナウド、中山、カルリーニョス、乾チアゴさんだな。おなんか私合ってない気がする。嘘で、サブ、大久保、茨城、神谷、宮本、セフン、リサロ、北川。これ同じだね。ユージ君と北爪選手が違うぐらい。ああ。おお。期待大ですね。パルクル今日人気ですね。絶対栃木のサポーターたちが撮ってた。いいじゃん。この坂を登れば着くね。この坂が長い。そうなんだよね。入りましたね。着替えたじゃん。これにしましょう。これも売ってるよね。売ってるんじゃない。数量限定って書いてあるよ。でもたまー怖い。見て、すごい。
見れたね。ヒットアップ、栃木を倒せ。おお、
次のトラック、バイバイ。バイバイ。また来てな。また来てな。お疲れ様です。お疲れ様でした。結果は2-0でエスパルスの勝利です。イエーイ。3連勝。やっと私ホームで勝ちました。そうだね、初めてだよ。初めて勝ち起こして。よかった。やったよ、初めて王者の旗を引いたよ。うん、でもちょっと内容的にはね、後半はちょっと失速した感じはあるけど、前半はヒヤヒヤしちゃったかな。うん、前半はすごい良かったけどね。うん、次のボルティス戦は、甘くないって。そうだよね、柿谷いるからね。柿谷がいた、そう、ストライカーさんで、ストライカー今日も2点決めてるんですよ。そうだね。そう、なのでちょっとの隙でやられると思うから、うん、今ボルティス低迷してますけど絶対強いと思うんだよね。辛い時間が絶対あると思う。ある。中3日かな。中3日か。うん、ちょっと切り替えて頑張ってほしいですね。頑張ってほしいです、4連勝に向けて。で今あれ2位の自動昇格圏内のチームと勝ち点差5。うん、今日の時点でね。そう、今日の時点でだいぶ見えてきたよ、上の方が。だからもうゴールデンウィーク中に行く。うん、3位には。うん、なので頑張りましょう。引き続き頑張りましょう。この調子、勝ち癖つけましょう。うん、では今日も美味しいご飯を食べて帰ります。一旦清水まで歩きます。歩いてます。歩いてます。こちら巴川です。世界観じゃない。静岡駅ゴールデン横丁に来ました。知らないかった。知らなかった。キンキンに冷えて上がる。これが美味しいんだよね。あと数日後に徳島に行くんですけど、福島ではどこに行きたいですか？ポケポケ温泉。うずしおは行く。行く。温泉入ってうずしお行く。うん、そうしよう。今日は買ってよかったね。